NHK の記者からフルボッコにされ、厳しい言い訳をする斉藤知事。どうも、こうすけです。前会派から総辞職、求められた斉藤知事なんですけれども、なんと続投すると。で、先ほど、斉藤知事会見開いたんですけれども、ありえないだろ、その言い訳はということはね、ありまして。で、NHK とかいろんな記者の方からかなり鋭く、突っ込まれて、フルボッコで涙ぐみになってるシーンもありますんで、ピックアップして見ていきたいと思うんですけれど、基本的に言ってたのが、まあ、辞めませんと。で、その辞めない理由が、県から負託を受けてるから責任がある。県民のために県として責任を持って県政をやっていくのが役割っていうことで、自らやった行動に対しての責任の取り方は辞めるっていうことじゃなくて、県政をやっていく。あくまで県民のためっていうスタンスで、まあ、不信任決議出された場合は、これからの話で過程だから、辞職を申し入れたらは真摯に重く受け止めるんだけど、過程だから、それはまだ話す場じゃないと。ただ今は県政を進めていくっていうことをずっと終始して、もう厳しいんじゃないかなということなんですけど、まとめるとね、見ていきたいと思うんですけど、まず最初の質問ですね。そうすると、辞職要求に応じないということになると、県議会から県知事に対する不信任決議案が提出されるということは、もう、そこはまだ議会の方がこれからどうされるかということで、これからの話になりますので、私としては今日のそれの辞職の申し入れというものは本当に重く真摯に受け止めていきたいというふうに思います。この後のこの後の状況については、まだ先これからどうなるかわからないということです。現時点でのコメントは控えております。辞職の申し入れとか重く受け止めるんだったら、県のトップとしてどういうふうな行動をするかとか、そこら辺のさらに、ね、奥に進んだ話が出てこない。まだ不信任決議の話が出たらこれからの先だから、まさか不信任決議されるわけないだろうっていうことを言いたいのが、こういう答弁ははっきしって責任を取ろうとしている人間の話ぶりじゃないですよね、これどう考えても。で、最後にね、 NHK の記者の方、本当に鋭い質問指摘ですね。まあ、これの言い訳がかなり、まあ、見苦しい感じだったんですけれども、要はここまで全ての会派が総辞職要求しても辞めない理由が、本人は3年前の選挙の負託を受けたって言ってるんですけど、もうその選挙の負託が間違ってたってことですよね。こんなことをする人じゃなかったと。3年前に負託を受けた斉藤知事の信頼性はもう失ってますから、そこに対してなんで3年前選挙の負託を受けたことをアピールしてやろうとしてんのか、非常に苦しい言い訳をしてきますね。そうなんですよね。だから全ての会派でもうノーを突きつけてる。でもそれでも辞めない理由、そこが何回もこの人が言ってんのは、3年前の選挙の負託を受けたからだ。3年前のこの人の信用度と今の信用度違いますよね。そこの説明が全然できてない。私は3年しかまだ知事はしてません。政治家としてまだまだこれから力が足らないところもあるかもしれないですけど、それでも3年前に選挙のご負託を得て、知事にならせていただきました。自分がどういうふうに道を進むべきかというところは、自分が決めていくということが大事だと思います。自分がどういうふうな道を進んでか自分で決めるって言ってんだけど、この人は民意を全く汲み取ろうとしてないし、民意を反映させようとしてない。県民のために県政を動かそうとしてんだから、その県民の声を一番に聞かないといけないのに、それをこの人は無視して自分がやりたいから続けていくだけ。どうしようもないね、こいつは。本当にそれで、いろんな本当に辞職すべきとか、いろんなご指摘があるということは、私自身も真摯に重く受け止めなければなりませんけど、いや、私としては先ほど申し上げた通り、やはり調査にこれから知事として対応していくということとともに、やはり県政にとって、で、この人は部下とか下の者に対しては簡単に切り捨てるくせに、自分が辞職を申し入れとかは、そこは真摯に受け止めて反省するっていうだけで済ませてる。こんなのちゃんちゃら許されるわけないでしょうがよ。県民の皆さんにとって大事な予算、そして事業ですね、これからも一つ一つやらせていただくということが、県民の皆さんにとって私が果たすべきことだと思いますので。だから県民のためにやらないといけないっていうところに逃げてんだよね。
自分がそれをやめちゃうと県民のためにならない。だからいろいろ指摘は受けるのはそれは反省するんだけど、自分の責任としては県民のために県政をやっていくのが役割っていう、本当に詭弁ですよねこれ、完全に。そこは私の今の考え方として持ってるということです。ただその予算や事業を進めるために県議会をということは、第三者委員会や第三者機関や給与委員会に対する対応が県議会に行っているということはおっしゃいますけれども、このことで、まあ、この方向では辞職しなかったら県議会解散ということで、県の県政は進まない見込みです。県政が進まない状況が見込まれるので県政を進めたりとおっしゃるのにちょっと矛盾があるんです。その点どういうふうに考えますか。周りは県政が進まないって言ってるのに、この人はちゃんとやってます、県政が進んでますって言ってるんだけど、だから要はこの斉藤知事の言ってることを誰が信用するのって話なんです。この人はちゃんと仕事やってるよと、うまく滞りなく県政をやってるって言ってるんだけど、本当かよと。それは周りの部下とか側近の人がねちゃんと言うならまだしも、それは自分はちゃんと進んでるとか、それは言いますわな。そこは NHK の鶴本さんの個人的な、まあ、見解だと思います。そういう見解じゃなくて、こう進めばこうなるというようなことも各社さんが報道しています。それとおり、このままいけば、まあ、各会社も全会社が考えている中で、まあ、このままいけば不信任決議も出される方向という中で、もしかしたら、まあ、辞職か県議会解散かという中で、もしかしたら会社が解散するというお考えがあるかもしれませんが、まあもっともですよね。もう解散するってなったらやっぱり現世に滞ると、まあそういう実際家庭の話じゃなくて、もうそこまで来てると。でそれに対してね、どう返すか、苦しいわけすんですよね。私としては先ほど申し上げた通り、まだどうなるかわからない段階で家庭の質問にはお答えできない。だから家庭じゃなくて全会派が総辞職要求してるんだから、そのまず事実っていうのをね、この人はちゃんと理解してない。私がやるべきことは調査に、それから県の必要な事業予算というものをしっかり9月を発足、それから来年度予算に向けてできるだけ県民の県職員の皆さんと議論して、県民の皆さんにとって大事なことをこれからもしっかり議論して決めていくということをやっていくというのが私の政治家としての話です。ということでね、終始言ってるのが前会派が総辞職、要求してる、でそれでも不信任決議も出るかもしれない、その不信任決議はこれからの話で、辞職を求められてるのは真摯に受け止めて反省してやってきます、で終了で、今はそれは自分としての責任は県民のために県として責任を持って形成をやっていくのが自分のやることだって言ってる。こんなの完全に責任逃れですよね。こんなのが果たして許されていいのか。いや、許されるわけじゃない。まあ、NHK の、鶴本記者って言ったかな。フルボッコにされてね、かなり、涙目になってましたけれども。これ本当にもっと突っ込んだ、会話に持っていけばもっと崩せるんじゃないかなと思いましたね。まあ、途中で遮られちゃったんですけれども。ということでね、斉藤知事に対しては今後も公式 TV の方でね、何かありましたらまた取り上げていきたいと思いますので、皆様のご意見、コメント送っていただけますと非常に嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。